借金相関図最悪。はい、というわけでこの季節がやってきました。借金相関図ということで、皆さんお久しぶりですね。粗品くんの借金相関図をまとめました。これ2023年年末最新版。多分ね、ちょうど1年前にこれ出てるんですよね。その時の借金の相関図をまとめたもの。これはあくまで自分用なんですけど、はい。で、俺誰に金借りてたっけみたいな。はい。この人には返してるっけみたいな。はい。作りました。前回は2022年度版はかなりね、いろんなまあ、ごちゃごちゃしてたんですけど、ちょっと整理ついたかなと。はい。なんで今回、前よりスッキリしてます。こう見えて。ちょっと一個一個説明していきます。まずは、実はこう書いてるけど、俺に金今貸してるのこの上のこの4人だけやん。だから、そう、前のね、借金相関図では俺に貸してるやつが俺の名前より下におったりしたけど、それは失礼じゃないかというね、ことで。はい。自分より上にしました。見てください。吉本、真鍋先生、宮崎美子、A さんということで、ちょっと解説していきます。まず、吉本から、はい、5000万円借りてます。しもべやん、俺。吉本の。何の文句もないわ、じゃあ、吉本に。はい。まあ、これは、前回は、俺、金額伏せてたんやな、多分。吉本に、ほにゃらら万円、4桁借りてますって言ってたけど、多分俺、今年動画で出してね、吉本から5000万借金したって。で、まあ、言うても、いくらかは、返してます。はい。いくらかは返してます。でも、とりあえず5000万借りてると。で、これです。真鍋先生。2年連続おめでとうございます。はい。真鍋先生ね。最近僕のこと知った方は誰やって思う方いるかもしれないですけど、何を隠そう。闇金牛島くんの作者ですね。俺誰から金借りてんの俺。うん。これ去年借りまして、ほんで、俺また返してへんねん。やばいんじゃん。どんな借り方すんの俺。25万のままかな、ほんまに。俺怖くて連絡できへんねんけど。真鍋先生、闇金牛島くんの作者から、僕は25万円借りてます。まだ返してません。返してへんどころか、時効の挨拶も送ってへん。すっかり寒くなってまいりましたが、とか。すっかり秋めいた街並みを、とか。その連絡一歩よこさなあかんで、俺、ほんまは。真鍋先生には25万借りっぱなし。どうしようって感じ。で、今回ね、これ宮崎美子。宮崎美子さんが、超新星。うちの YouTube でも盛り上げてくれました。100万円お借りできました。どっか行った。どっか行きました。はい。で、これもちゃんとね、返済期日過ぎて、あ、ちょっと待って、真鍋先生の借用書に、返済期日いつって書いたかな？やばいかも。ちょ、こうなってきたもんね。で、宮崎美子さんも返済期日俺過ぎてるんですよね。うん。で、100万円、ね、ちょっと踏み倒しますって言うたんですけど、まあ今もまだ踏み倒してる状態で、まだね、全然そんな宮崎美子さんから催促来てなくて、はい。宮崎美子さんのマネージャーからなんか電話は来たらしいんですけど、はい。ちょっとこれはマネージャーぐるみで無視してまして、それちょっとね、足つかんようにしてます。逃げてますが。で、ここ。A さん。これね、去年の借金相関図やと、A さんから B、C、D さんぐらいまで多分いたんですけど、知り合いの借金を、一本化しました。うん、こんなことあんねや。一本化した。企業とかなんか、弁護士が入ってやんのかな、みたいな思ってたんですけど、独学で一本化しました。はい。で、去年言ってた A さんとはまた別の人なんですけど、とにかく今、もう、ぶっといのはこの吉本とこの A さんで、これも言われへん、正直。ごめん。さすがに引いてまうから。えぐい。まあでもね、その総額の話で言うと、オールスター感謝祭でね、問題になってましたから、僕の借金額の。はい。多くの人を間違えさせた問題。はい。読売巨人軍の選手の平均年俸と、俺の借金額、どっちの方が上かって言って、俺の借金額の方が上でした。うん。どんなんやねん、俺。っていう話なんですけど、まあまあ、これちょっと伏せさせて、またどっかで言うわ。で、この横のラインが、まあ、今年、借りて返した人みたいな、ちょっと思いつく人は、服部マネージャーと片山マネージャーはね、今年は結構また借りたね。最近借りてないんだけど、服部ちゃんは今年からね、ついた
いいマネージャーなんですけど、あのね、50万円まで借りれてて、で、50万円返して、で、次じゃあ100万借りれるんかなとか、次20万になってて、むずいなっていうね、ときめきメモリアルやってる感覚なんですけど、うん、で、片山マネージャーは結構毎回100万とか、200万とか貸してくれます。勇者。てか俺、払ってないな、あとあれ。まあ、給料まで待ってもらうか。ちょっとすいません。いや、片山さんで思い出した支払いが一件あって、もう、それ払ってないわ、お前。最低や。那須川天心、俺、返したよな、っていう感じ。これ、去年の、この時期に、天心に、50万借りてて、で、粗品のロケで、48万円協定にかけてるんで、多分それ俺の金で返してやったみたいな。なんかだから多分完済してまーす。はい、する。はい。で、こっからです。今年はもうバージョンアップしてます。まあこの結構俺の中での借金のツテがもう枯渇していってると。もう同じ人ばっかり借りて、もう吉本と A さんとマネージャーと天心とみたいな。ね。で、この変わってない。新規開拓せなあかんということで、今回はこの借金相関図に、俺に金を貸してくれそうな見込みがある人、この1年でいろいろ調べました、を点線で書きました。はい。これはまあ、共演者とか会うたびに、お金貸してとか言ったら、いいですよ、みたいな話とか、噂を聞きつけてみたいなとこで、はい、おもろいですね。あの線画、ワンオクのドラム、反田恭平を使いっていう、はい。まあ、あの、見込みですよ、あくまで。勝手に言ってるだけですけど、でもあのちゃんはまあ、今ねレギュラーも毎週一緒にやってて、でラジオも毎週一緒にやっててかなり仲いいんですけど、500万やったら貸してくれるって言ってたもんね。この子一応上がりやん。これもう言ってた。俺にじゃあその借金なんぼやったら俺に金貸してくれるって言ったら、もう500万って言ってました。でしかも何がすごいって、今彼女は500万持っていないので、僕も違うとこから借りてなんとか工面するって言ってくれてます。もう兄弟やん、もうこれ4兄弟のノリやで。それそのリュウジとかシモちゃんに、俺がもうちょっと若手の時にお金貸してくださいって言われた時に、俺も金ないから俺が借金してあげて、消費者金融からそれを貸してあげるみたいなのを500万の規模でやってくれようとしてる。でこれはもう早々に多分いい話いくと思います、あのちゃんのところにはね。そして千賀、はい、お化けフォークの千賀投手、プロスピデを使ってたわ。千賀さんがメッセージくれて、結構前なんですけど、なんかそう貸してくれそうやってな。その時は100万ってあれっすかねみたいな言ってたんけど、多分千賀さんの年俸いくらなんやろ、ちょっと今パッと出ないんですけど、まあ奥やとして、うん、奥借りれるやん。じゃあよかった、奥あんねんから奥借りよう。でほんまにシーズン中やったから、アメリカ行きましょうかみたいな話になってたよ、 YouTube 通りに千賀さんとこに。だでもちょっとスケジュールとかもあれで、ちょっとまた千賀さんお、ね、ちょしましょう、貸して。あとまあそれ関係で言うとギータもな、そろそろ柳田選手はまあ予告のこと好きって言ってくれてるし、でたまに親しい友人向けのストーリーで、うん、どえらいなんかどれか競艇とか競馬で買ってるんで、俺ちょっと ギータもほんまは貸してほしいです。で、それ柳田選手なんか あとは奥さんに相談するだけですみたいな。ギータ自体は金貸してくれそうやったもん、結構前やけど。今も俺のこと好きでいてくれてたらやけどね、旬が過ぎてたらありやねん。1年前は言うてくれてたな。それ以降俺も野球選手の例え言うとき全部ギータやもん。フリップネタもギータ4回ぐらい出てる。ほんで、ワンオクのドラムね。はい。これもなんですけど、意外でしょ。はい。ともやさんやったかな。はい。すいません。名前間違えてた。芝居てください。まあ、ちょっと、とる知り合いが、なんか、つないでくれそうで、みたいな。その、俺、なんか、全然いいっすよって言ってるっぽい、みたいなのを聞きました。こう、ワンオクロックのドラムに金借りれたらおもろいで。関西感覚ドリーマー、言うて。怒られるか。うん、ちょっと、の人とかも。だから、宮崎美子さんの金貸さしてあげたシリーズあるやん。あれ一回止まってんねんけど、また来年始動しますから、この辺で。ね。で、反田恭平さん。これもラジオ行った時に、まあ音楽家ですよね。ピアニストの。うん。
1万人の大工でご一緒してからで、この人もギャンブル好きでみたいな、あのリハ中にジャグラーの音とか教えてもらったんですけど、こうやりますんで、めっちゃおもろかったんですけど、はい、反田さんも破天荒な人で、で、もう全然貸しますよっていう口約束ができてるんで、この人もあの読んだら来ます。はい、読んだら来る人、借りたれ、はい、芸人はね、みんなの書きたれ用意するんですよ、うん、読んだら来る人ですぐエッチしてもう終わるんで、それ書きたれって言うんですけど、俺借りたれね、読んですぐ借りる、読んでバイバイする、借りたれ。で、大塚愛さんね、はい、これもまあどうかな、あの実は一回オファーして、なんかオファーってあれですよ、金、粗品に金貸させてあげますよってオファーね、 YouTube の企画なんですけど、いかがですかって聞いたら、なんか割と感触良かったかもみたいな、ちょっとスケジュールでは実現してないんですけど、これちょっと大塚愛さんは個人的に追っかける、価値あり、貸してくれるかも、大塚愛から借りてみんやかね、な、黒毛和牛上塩単液何ぼ食えんねん言うて、ほんま、いや、で、しかもその話があった後に切り絵の歌で共演したりとか、あとは有吉さんの音楽番組ミュージックフェステレ東のやつで共演したりとか、まあまあまあ、はい、大塚愛さんやみたいな、ただ借金の話は一切してない、そこで分からん、どんな感じになってるか。で、この5名が今名前を思いつくチャンス、芸能人で、そしてラストね、俺に金を貸してくれそうな見込みのある人、ここちょっと2人まとめてるんですけど、チーマキとおでんですね、はい、まあ何を隠そう、女子高生ですね、はい、素人女子高生、あ、素人じゃないか、1人は、チーマキはね、皆さん覚えてます、下着の案件で高校退学になった女子高生ね、うん、かわいそうな子でね、なんか最近なんかやってんのかな、モデルとかで、おでん、これ、まずチーマキがなんで俺貸してくれそうかっていうと、めっちゃ15人ぐらいしかインスタフォローしてないねんけど、チーマキが、その中になぜか俺おるっていう、はい、芸人好きで芸人15人とかじゃないねん、なぜか俺おるっていう、ほんでなんかツイッターでもな、あ、そう、なんか粗品さん応援してますみたいな、うん、そういう根性のある女子高生なんで、なん多分金貸してくれるやろうっていうね。とおでんはさすらいダンスで話題のおでんちゃんです。はい、なんか俺あんま知らんねんけど、なんか最近なんかこんなバズってんねやろ、さすらおーみたいな子が、この子もインスタ2人しかフォローしてなくて、1人が TWICE のももで、もう1人が俺らしいね、なんで根性ある女子高生ですね。はい、だから、いや、きっと喋ったこともないし、俺あんま顔も見たことないけど、おそらく貸してくれるこの女子高生2人、ただなんか女子高生からお金を借りるということがまだその合法か脱法かわからない、その今の法律で裁けない可能性はある、まあ、だからこういう線にしてます、ちょっと分からんけど何線にしてます。はい、僕でも金借りるぐらいええよ、多分未成年ってあかんのかな、ちょっとホームに確認してもらって、いや、でもチーマキとおでんはこの未来の結構金の卵ですね、まあ、金の卵というか金の卵、なんつって言ってるんですけども、はい、このチーマキとおでんはちょっと育てがいがあるなっていう、今のうちからこう、うん、俺に貸させといてみたいなね、いつかこう莫大な借金をさせてくれそうという、以上が今回の借金相関図でございます。まあこう見たらなんか結構ね落ち着いてるね、あんま借金ないようにも見えてきたな。ちょっと天使に返したかちょっと確認せなあかんねんけど、まあちょっと、うん、いやこれやばい、吉本にも返して、またちょっと関西の動画とかも撮りますから、よろしくお願いします。というわけで、皆様、嬉しい。